きだと。続きましてストロングリターンでございます。父シンボリックミスです。母コートアウト、母の父スマートストライクです。ストロングリターンは2歳から6歳にかけ7勝を挙げ、安田記念優勝、同2着、慶応杯スプリングカップ優勝と、マイルを中心とした距離で活躍しました。6歳児の安田記念では、数々の強豪を相手に、そのスピード、瞬発力で、1分31秒3のレースレコード、当時の日本レコードタイムで優勝しております。本場の月はシンボリックリスエースといえば、3区のエトワネイヤが昨年ジャパンカップを圧勝し、ワールドランキングで2位となる126ポンドを獲得したところは記憶に新しいところです。母コートアウトは米6勝、妹レッドオーバルは桜花賞2着と合計も申し分ありません。サンデーサイレンスの血の入らない血統構成とスピードを伝えるボケ、三連休牝馬にベストマッチの一頭でございます。今年の種付け料はフリーリターン特約付き、期待条件30万円、出生条件50万円です。安田記念レコード馬ストロングリターンを配合処方の一頭としてぜひご検討くださるようお願い申し上げます。以上ストロングリターンでした。やっちゃう。